本当に上がってきません、ね、最後上がらないです。このエリアでプレイするようになります。いろんなものを試して、どんどん上手くなっていっても前川です。今日はウイニングイレブンでよく使われているコンセプトアレンジの説明をしたいと思います。はい、はい、2人はコンセプトアレンジ何か使ってますか？僕ちょっとカウンターターゲットぐらいしか使ってなくて、あんまり分かんないです、他のやつが。はい、さっきは自分もカウンターターゲットしかつけてないんで、他のも分かんないって教えてほしいです。ということなので、2人に今日はコンセプトアレンジ、メインで使われているのがどんなものなのかっていうのと、このコンセプトアレンジじゃなんで使われてないのかっていうのも説明しながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。メインで一番多く使われているのがこのディフェンシブを両サイドバックに入れる、っていうのが一番よく見る。それとあとはこのカウンターターゲット。このカウンターターゲット入れるときは3トップだったらどこの選手に入れたいとかってありますか？僕はウイングの選手に1枚。はい、1枚。僕は自分はセンターフォワードとウイングに1枚、2つ入れる場合は2つとりあえずメッシとスアレスに入れます。はい、一応今はで、ディフェンシブを1人であればセルジロベルトに入れてる状態で、本当にディフェンシブばっかだよね。そうですね、カウンターターゲットしか俺もあんま見ない。特に大会とかだとやっぱみんなまず失点したくないから、あんまサイドバックを上げる選手がいないっていうのはあるかもしれない。このディフェンシブを入れてる時にこのグラウンドの中がどういう風になってるのかっていうのが分かりにくい、でもイメージしにくい人が多いと思うんで、今日はこのカメラ設定をこのいつもより広いですね。このカメラでやることは基本的にないんだけど、こういうことが起こってますっていうのが分かりやすいように、今日はじゃあこの画面で今両サイドバックに、ディフェンシブという戦術が入ってる状況なんですけど、本当に上がってきません、最後上がらないですね。ジョルディアルバとセルジ・ロベルトがこのチームが押し込んでる状態でも出てきません。画面から今見切れちゃってます、セルジ・ロベルトなんて。そうですね、このコンセプトアレンジを入れる入れないっていう操作もあるんですけど、それも意外に分かってない人がいて、僕は面白いです。外し方とか分からない、僕はもう分かんないですね。この L2 を押した状態で入ってるコンセプトの矢印、ここを押すとコンセプトの出し入れができます。で今はこのコンセプトアレンジをじゃあ外します。ディフェンシブをセルジ・ロベルトとジョルディ・アルバに入ってるコンセプトアレンジを外します。外すと2人の位置が変わります。徐々にセルジ・ロベルトもジョルディ・アルバの高い位置を取り出します。上がってきましたね。この状況がディフェンシブを外している状態、でこの状態の時はもちろんディフェンスの枚数が1枚かける分攻撃に厚みが出る。この状態でもまたディフェンシブを入れることでセルジ・ロベルトは戻っていくんじゃないかなっていう。今走ってる。この状況がこのディフェンシブを入れてる状態、入れてない状態。次はじゃあカウンターターゲットの説明もします。この状況になってる時に今メッシとスアレスにカウンターターゲットが入ってる状態。カウンターターゲットの入っていないコーチーノのラインとスアレスメッシのラインが違いますね。これがカウンターターゲットが入っている状況と入ってない状況のチーム。より近い位置まで戻ってきてくれるのがカウンターターゲットを外してる選手。あともう一つ顕著に現れるのがこのコーナーキックになった時にカウンターターゲットを入れてる選手っていうのは前に2枚残ってくる。この2枚がメッシとスアレス。そうですね、これが一番の特徴。コーナーキックの場合に2枚が必ず前残りしてくれてる、でこの状況ができてると相手のコーナーキックからのカウンターで2人で点が取れる可能性が高い。カウンターターゲット入れるもう一つのメリットがスタミナが減らない。スタミナの残り方がものすごい、なぜか、結構その選手を自分で操作しててもフルで使って問題ないぐらいスタミナが残ってくれるから、1試合使える。スタミナが少ないっていうところを全く気にせず1試合フルで使えるっていうのが一番のメリットっていうのがカウンターターゲットの特徴です。なるほど。でこの後はじゃあ人気のありそうなコンセプトアレンジの説明を、なんかこうよく見かけるコンセプトアレンジとかってあります？逆にこう、まあ、オンライン上でやってたり、この人こんなの入れてるなって、なんかティキタカって多くないですか？ティキタカもたまーに多くいましたね。なんかティキタカって多い気がするんで、じゃあティキタカをまず入れてこの試合画面映します。ティキタカがなぜ本当に上手い人たちがなぜ使わないのかっていう一番の理由が、オフェンス戦術2つしか入れられない中でティキタカを入れるほどのメリットがあるのかっていう、この2つしか入れられないということは、大体のプレイヤーが両サイドバックにディフェンシブを入れたくなるので、その両サイドバックディフェンシブを入れなくてもいいほどティキタカが魅力的なのかっていうと、そうじゃない。まずは、まあ、それが一番多分使われない理由。これ今ティキタカが入ってる状態なんですけど、まあ選手が裏に抜けなくなる。今のラクティッチの動きを見ても足元でこのパスを出した後とかに、このメッシとかも今抜けなかった、メッシが止まって裏抜けを止めたこのシーンも、ワンツーを押してると勝手に抜けてってくれるんだけど、今ビダルで普通のバツパスを出した状態、ビダルが抜けきってくれない、もう一回もらいに来ちゃう。でこのサッカーゲームっていう性質上、何人も一緒に動かせない、常に2人多くて3人までしか動かせない中で、あの位置で中途半端にもう一回受けに来られても困ります、相手に脅威が与えられないっていうのが、ティキタカが大会シーンとかで見られない理由の一つ。なるほど。ゲーゲンっていうのはたまに見る、大会シーンでもある、ゲーゲンプレス、ものすごいフォアチェックアグレッシブ、もう少しすごいバルがゲーゲンプレスっていう戦術なんだけど、これが入ってるメリットデメリットっていうのが、まずデメリットっていうのがスタミナの消耗が激しくなるって書いてある通り、もう本当に減る。スタミナがもう70分ぐらいになったら、もう前半からずっと入れてる状態だったら60分から70分ぐらいにもう全選手すっからかんになって入れっぱなし正直それだと試合にならないっていう状況があるから、常に入れてる人はあんまりいない気がする。このゲーゲンプレスっていうのも、このさっき教えた L2 と十字キーで入れたり消したりっていうのが上位陣の中でもやられてる操作。ゲーゲンプレスの一番の特徴が、この位置で相手に奪われた時のこの他の選手たちのプレス、今何もしてない、四角プレスも何もしてないんだけど、もう何にもしてないけども選手が寄ってくるっていう、これが今ゲーゲンプレスが入ってる状態。すごいですね。なんかどんどん不思議な感じ、本当に対戦してると結構不思議な感じ、圧力が対戦相手はだからこうスタミナの減りがものすごくある。ゲーゲンプレスが使われる場面っていうのは、あと1点追いつかなきゃいけない後半の時間帯に結構使われることが多い。これがゲーゲンプレスのこう一番の特徴。もうコントローラー置いてても今みたいにボールを取りに行ってくれる。これ逆にゲーゲンプレス外した状態、奪われますってなった時に関係ない選手は出てこない。ここで足が出ない、あそこまで行くんだけど止まってる状態。なるほど。全然来てない。セカンドプレスの選手が一応寄せには行くんだけど、奪い切るところまでやってくれない。あんなプレスかけられることはないから、相手が戸惑ったり焦ってもう一回攻撃できたりっていうのが一番のメリット。まあ、あと2020で新しいコンセプトアレンジが追加されるんですけど、知ってますか？はい、ちょっとだけ使いました。ちょっとだけですけど、自分も何回かそのコンセプトアレンジっていうのがプレー幅制限って言われる、こう今までのウイニングイレブンにはなかったこう選手のポジショニングを固定化できるコンセプトアレンジなんですけど、ざっくりこの画面でじゃあ軽く説明しますと、オフェンス戦術の方に入ります。プレーエリア制限っていうコンセプトをスアレスに入れた場合、スアレスがこういう動きをしなくなります。サイドに流れなくなるってことです。流れなくなって常にこのエリアでプレーするようになります。まあこれはざっくりとした、もちろん自分で操作すればサイドにも行ってくれるんですけど、自分が操作していない状況の時のスアレスっていうのが勝負してくれるようになる。これがプレー幅エリア制限が入っていない状態だと、メッシがここでボールを持った時にこのエリアまで流れてくることが多いです、状況として。でこのエリアに流れてきた時にコーチニョがここに入ってくるっていう状況がよくあります。それがプレー幅制限が入ると、メッシがここで持ってる時はスアレスはこのエリアでもゴール前で勝負してくれることが多いので、まあ、入れるんだったらここの選手かな、センターフォワードの CF の選手に入れるもしくはウイングの選手を張らせたい場合、ウイングの選手を張らせたい場合に、この状況だと結構メッシが持った時に、コウチーニョとかもどんどん中に入ってくる。これコウチーニョにじゃあ入れてるっていうふうにイメージしてもらうと、スアレスがここにいます、メッシがここでボール持ちます。その時コウチーニョが多分ここにいます。そうすると何してるのってなっちゃうんで、ウイングの選手に入れるのはそんなに得策じゃないのかな。あと面白いと思ってるのが、ここの選手にコンセプトアレンジ、プレー幅制、エリア制限を入れる、ブスケツに入れることでこういう動きをしないでくれる。ブスケツが常にセンターバックの前で構えててくれるんじゃないかっていう、こういう状況で守備ができるかもしれない。ここに残っててくれる。ここに残ってくれてると、このサッカーゲームではシュートキャンセルがものすごく強かったんで、そうですね、センターバックとブスケツで取れるシーンっていうのが増えるかもしれないっていう希望。ただその希望があっても、ゲームの性質上オフェンス戦術っていうのは2つまでしか入れられないんで、そうですね、多くのプレイヤーがこのディフェンシブ2つを入れてしまうので、そうするとプレー幅エリア制限を入れるっていうのが、難しくなってくる。この4つの枠をどううまく使うのかっていうのは、もうプレイヤーの好みとセンスに問われるとこなので、その中で自分に合ってるものを見つけに行くのか、真似してる中でこれでいいやで納得するのかっていうのが、そのプレイヤーがどれだけ伸びるかっていう差になってくると思うんで、お互い2020が出たら、このコンセプトアレンジ、本当に遊び感覚でいろんなもの入れてみようっていう感覚で試してみてもいいと思うんで、いろんなものを試してどんどん上手くなっていって、お互い大会で頑張ってもらえたら僕も嬉しいかなって思ってます。なんか2人ともこれだけはちょっとまだ分かんないんで聞いときたいとかあったら。ゲーゲンプレスの時にうまくパスつなげられてカウンター気味になっちゃったら、対処法は、それが自分がゲーゲンプレスを入れてない理由の一つにもなるんですけど、いなされたりパスで剥がされたりした時に対応できない、もうできない、ただ出されて走られてで失点しちゃうっていうシーンが増えるから、あんまり好きじゃない、ゲーゲンプレスは。あんまりじゃあ迷い傘はつけないはつけない、そこは自分でできるとこだから、そこには頼らない。ただそれができない苦手な人っていうのは、このゲーゲンプレスに頼るっていうのは全然いいと思う。自分のできることとできないことを判断した上で入れていくのが大事。ありがとうございます。ないな思いつかないな、今感じた顔みたいな。こんな感じで、じゃあ今回のコンセプトアレンジの動画